こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国の撤去作業中のビルが突然崩壊し、走行中のバスを下敷きにし死亡事故が発生しましたが、原因が判明し、その内容がとてもお粗末なものでした。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。17人の死傷者を出した韓寿広域下建物崩壊事故を捜査中の警察が、なぜ撤去業者が崩壊のリスクが高い建物の中間部分から行う撤去作業を選んだかという疑問を明らかにする、管理業者に対する召喚調査もできていないことが確認された。警察関係者は、管理業者を召喚調査するために引き続き連絡を試みているが、連絡がつかず調査することができていない状況と説明した。警察は事故直後から現在まで工事現場関係者や再開発事業関係者ら10人に対する調査を進めたが、管理業者はこれに含まれなかった。管理業者は撤去計画書通り工事が進んでいるかどうか管理監督し、安全点検まで行う義務がある。崩壊建物の撤去作業施工者である現代産業開発は非常中管理として契約され、事故が起きた時には管理者がいなかったことが確認されたと明らかにした。大韓民国産業現場のチェミョンギ教授は、建物の解体過程で解体順序と構造的な補強などを管理監督する解体管理が十分に行われていなかった可能性があると指摘した。チェ教授は、建物撤去崩壊事故の事例を見ると、上層の一部を撤去した後直ちに1階に降りてきて柱や壁を取り壊す場合もある。このようにすれば建物が一度に崩れることになるとし、解体計画書上では不可能な方法だが、工事を早く終わらせようと1階を先に解体する場合に事故が起きる場合があると説明した。崩壊建物の撤去工事管轄地方自治体である韓寿東区長が明らかにした該当建物撤去計画書によると、撤去業者は建物5階の最上層から撤去を始めて順次下に向かう方式で解体作業を進めなければならない。重装備が5階から3階まで解体作業を終えた後、1から2階の低層部に降りてくるという形だ。中央日報が韓文未正義党議員室を通じて入社した該当建物建築物解体許可申込書及び解体計画書を見ると、重装備が建物の最高層に届くまで三種物を持って撤去作業を進めなければならない。また最高層から3階まで建物を解体した後に1から2階の解体作業を行う。だが崩壊建物近隣住民の証言や現場写真などを詳しく調べると、上層部ではなく建物の中間から撤去作業が進められた状況が確認されている。中間から解体されたために建物の下層部が上層部の重さに耐えきれず道路に向かって崩れたという指摘だ。韓寿東区長は、管理業者と施工者を告発する方針だ。東区長関係者は、原則通りなら司法機関鑑識の結果を確認した後に告発方針を立てなければならないが、施工者と管理業者が規定に違反したとみて司法当局に週内にも告発する方針と話した。住民が建物の崩壊に先立ち管轄地方自治体に危険を警告したという主張も提起されている。それではネットの反応です。ビル解体は絶対に基本的なルールにのっとり行われる必要があり、上から下へ順番に解体していくのが鉄則であり原則だ。結局はお金だ。解体業者が小銭を稼ぐために尊い命が犠牲になってしまった。間違いなく今回の事故は人災だ。大丈夫だろう、大したことないだろう、そんな怠慢な考えが貴重な命を9人も奪った。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。
また次回の動画も見てくださいね。